皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説のばたのズバッと重要論点ポイント解説講義行政法編第4回行っていきますよろしくお願いしますはいでは4回目のこう学習テーマなんですがこちらになります 4番ですね。不利益処分と書かれてはいるんですが、これ具体的には、そうね、行政手続法の内容ということになっていきます。まず全体構造を話してから、この不利益処分を見ていきますので、取説テキストが68ページですね。こちらを出してください。68ページです。はい。でこの行政手続法は、行政法の中では、まあ、例年こう2、3問出てくるような形ですね。19問中、卓越2、3問ですよと。 近年、記述式でも問われ出しているので、結構、ウェイトが高い科目となっています。で、条文を知っているかどうかが一つのまあ攻略法にはなるんですが、まず全体構造として、行政手続法の範囲について確認していきたいと思います。あの皆さんがこう具体的に勉強していく法律としては、この行政手続法、そして不服審査法、事件訴訟法、国家賠償法と、あと地方自治法もあるんですが、まあ、それは今回省いていくと、この4つあるんですね。 で、それぞれがどこを対象にしているのかをしっかり押さえてください。で、えっ、ー、と、今勉強している行政手続き法は、あの行政活動によって国民の権利侵害が起きないように、事前にルールを作っておきましょうね。なんですよ。はい。まあ、例えば飲食店やりたいぞっていう形で、こう役所に申請を出した時に、こう飲食店許可が下りるかどうかの基準が不明確だったら困りますよね。 なんかこう人によって対応が変わってきてしまっても困るので、ちゃんと事前にどういう条件ならば申請が下りるのかは分かるにしておかないといけないということがあります。あとは、き、まあ、今日不利益処分を勉強しますけども、まあ、飲食点検している最中に、突然3ヶ月の営業停止の処分が来るとか、えー、営業の許可の取り消しが来るということに対しても、なぜそういうことが起こるのか、ある程度いろいろ作ってもらわないと困りますよね。なので行政手続き法は 権利侵害が起きないための事前措置ですと。でまあ、こういった法律で、まあ、事前措置を取っているんですが、それでも違法な処分が行われることはありますよと、でそうなった場合は、事後の救済手段として、不服審査法ですとか、事件訴訟法、そして国家賠償法があるというふうに思っていただければと思います。まずここねしっかり押ささえてください、はいは でえまあ、69ページのところにも、この手続き法の内容というものがあります。どういう行政活動の事前手続きについてルール作っているのか、これ、よく出ますから、しっかり押さえておいてくださいね、まあ。処分、行政指導、処分等の求め、届け出、命令と定める手続き、これが内容なので、ここまで勉強してきた皆さんならば、例えば行政契約とか、行政計画とかね、まあ、あの行政調査もそうなんですが、 そういった規定は置かれていませんからね。よく出てきます。行政契約に関する基本的なルールが手続き用に置かれていますということがよく問われますが、そんなことはありませんからね。はい。そこは気をつけてくださいと。で、えー、と70ページのところに、この行政手続き法1条の目的とありますで。皆さんはこれから先、いろんな法律見ていきますが、この、 目的条文と言われるものはしっかり押さえてください。あの、行政手続法に限ったことではなく、目的条文は非常に重要ですね。大体いいこの一番最初に目的条文が来るので、これはしっかり押さえていただきたいと思います。で今回時間限られてますので、この一条一個をかいつまんでいきますが、あの、一番気をつけていただきたいのは、まあ、下にあのポイント解説を挙げてます。行政手続法は、 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることで、国民の権利利益を、ここです、あのね、保護すると、このことです、保護する。これ、よく引っかけであるのが、バッテンにしますが、これだめですよあの。救済って言葉これだめです。はい。えー、救済はだめですねあの。救済はやはり事後ですよね。 怒ってしまった後に助けるのが救済ですから、この手続き法は事前手続きなんで、こう救済とると罰です、はい。未然に権利侵害を防ごうね、保護しようねが正しいですから、この保護か救済かはしっかり押さえてあげてくださいね。はい。じゃあ、えー、っと、まあ、今日メインテーマではないんですが、71ページのところからは処分ということで、あの申請に対する処分が上がってますね。はい。 あの処分については、行政手続法上は申請に対する処分と不利益処分に分かれますと。はい、まあ、今日メインが不利益処分なんですが、まあ、申請に対する処分、軽く見ておきましょうか。はい、まあ、飲食店やりたいとかね、ドローン飛ばしたいとか、いろいろあると思うんです。はい、えー、役所に申請しますよとで。申請したことに対して、まあいいですよ、許可、だめですよ、拒否という処分が来ますよと。はいこれ 飲食店したいぞということに対してえ、ダメですよと、あの、拒否が来たとしても、これは申請に対する処分ですよ。はい。ズバッと解説にもありますが、これ、不利益処分ではないから気をつけてください。うん。じゃあ、不利益処分とは何なんですかということを今日メインで見ていくので、え不利益処分に関しては、76ページですね。はい。を見ていきましょう。不利益処分です。 うんまあ、こ,のここがポイント、不利益処分の定義、上がっていますね、まあ、チェックはしておきましょうか、特定のものを名当て人として、直接にこれに義務を課し、権利を制限する処分と、はい、これが不利益処分の定義ですと、野、は、畑、いえー、さんと、あなたのお店の営業を3ヶ月、えー、禁止しますよと、もしくは、野畑さんとこの営業は今後一切認めませんよという形です。 はいまあ、義務を課すとか権利を制限するね、これが不利益処分ですと。で流れをしっかり押さえていただきたいんですがあの、いきなり飲食店の経営を明日からしていけませんと言われても困りますから、あのまずすぐには来ないですあの。処分の告知って書いてますが、こんな処分が出ますよっていう通知が事前に入ります。はい、でそこに対して、不利益処分の肝としては、この反断手続きですね。 おかしいじゃないですかと、ね。食中毒が多発したから、うちの店は3ヶ月の停止ということになってますが、うちの店しっかりやってますと、衛生状態しっかりしてるんで、食中毒なかったですよってことで反論したいわけですね。はい。この反論の機会が与えられますということは、しっかり抑えておいてくださいと。その方法として、聴問と弁明がありますね。この後見ていきますよと。でこの反論を行政側が聞いた結果、 まあ本当に処分出すかは決めていくということになります。はい。じゃあ、えっと、いろいろ見ていきましょうか。2番、処分基準の設定と。どういうことをやってしまったらば、あ許可の取り消しを出すのかみたいな基準ですね。この基準についてですが、はい。え77ページに書いてます。これ、まあ、今日は勉強を詳しくはしませんから、申請に対する処分とは違うんですね。はい。 あの、審査基準とは違うから気をつけてください。あの、審査基準に関しては、まあ、どういう時に営業許可を出してあげようかみたいな基準はあらかじめ絶対決まってるんですよ。はい。からこの処分基準に関しては、ここ、できればあ、決めてあげてくださいね。どういう時に不利益処分を出すか、できれば役所が決めといてくださいねって努力ですと。そして、仮にしっかり決めたとしても、 公にすることも努力なんですね。はい、両方とも努力なので、まあ、下の比較の表でもいいんですが。はい、審査基準に関しては定めることも法的な義務公にすることも法的な義務です。処分基準どちらも努力なんですね。はい、これ何でかってよくまあ、質問を受けるんですけども、不利益処分ですよね。まあ人はほとんどがね。真面目な方ですけども、例えばこんな人もいますよ。 仮に、処分基準が、まあ、あることを3回してしまったらば営業停止だよって決めたとしましょうか。違反行為3回したら営業停止だと。で、普通の人は、あ、じゃあ1回たりともやらずに置こうと思うわけですが、まあ、少し考え方が悪い人は3回でアウトでしょ ?2 回ならいいんでしょと思うので。はい。そうなると 2, 2回まで違反行為できちゃいますから、まあ、それが横行しちゃいますから、それを避けるんですね。はい。 ですから、この基準を定めることも努力だし、定めたとしても公にすることも努力なんですよ。はい。そういったことを避けるためですね。うん。という、理由づけをしながら覚えていくといいと思います。はい。そして、理由の提示。なぜ私は営業停止を受けるのか、理由の提示は必ず必要ですよね。原則を見てください。原則、理由の提示は同時です。 はい。同時に示してあげてくださいねということです。ただ、あの、緊急性が高くて、もう理由なんて提示してる暇がないとき、つまり、処分すべき差し迫った必要がある場合ですね。このときは、事後でも構いません。はい。事後でも構いません。あの、同時か同時でないかだけで、まあ、理由は示さなきゃいけませんから、あの、差し迫った必要があったら、理由示さなくていいとはなってませんからね。 はい、そこも気をつけてくださいと。はい。じゃあ、78ページのところで、はい、えー。意見陳述手続きですね。クレーム上げる場面っていうのが必要ですから、これです。で種類として2つ。はい、ここをしっかり押さえておきましょう。弔問手続きと弁明の機会の付与とあります。で皆さんが行政法の勉強をしていく中で理解していただきたいのは、 意見を口頭で言えるのか、もしくは書面で言うのかです。で、口頭で言うってことは、それだけ慎重な手続きという理解をしましょう。あ裁判もそうですよね。裁判も、あの、原告被告が裁判所に集まって意見言いますよね。はい。口頭で言うのは慎重な手続きなんです。で、こう書面っていうのは簡易迅速な手続きです。 集まらなくていいのでね、書面だけ送ってで、その書面だけで判断しますから、これね、簡易迅速なんですよ。うん。で、あとイメージとしては、やはり不利益処分が重たいときは慎重な手続きであって、軽いときはまあ迅速な手続きでいいんですよ。なので、例えば弔問手続き、こっちを中心に押さえてもらいたいんですが、あの、チェックしておきましょうか。はい。やっぱり一番重たいのが、営業許可の取り消しですよ。今後一切営業できないということ。 これを受けるときは、口頭での意見が言えますと。あと、2番、3番も正直同じ形です。あの、2番、資格を奪うって書いてますが、あの、行政書士としての資格を取り上げるとかね。まあ、これも今後一切営業できませんから、それも重たい処分ですよと。やはり口頭で意見を述べなさいということです。はい。役員の解任もそうですね。重たいですよね。で、えっと、まあ、基本、これから仕事ができなくなるような形だと、 聴聞手続きで、あの弁明の機会の付与は、これですね。上の一番三番以外すべては、弁明の機会の付与です。ですから、営業停止処分という言葉自体は、弁明の機会の付与には上がっていませんが。あのー、許可の取り消し等ではないので、これみんな弁明の機会の付与です。はい、この条文の構造ですね。これ十三条なんですが、原則は聴聞手続きになっていて。 まあそこに該当しないものは、米明の期の風要だよと、いうことは押さえてください。はい。あとは、その営業停止処分って書いてますが、まあ、現実世界だと、言い方はいろいろ変わってきますよね。あの新型コロナウイルスの、ね、感染症対策で、例えば、休業命令とかもありましたから、 これも休業ですもんね。あの、ずっと辞めてくるではなくて、2、3ヶ月の休業とかですから、営業停止と一緒なんです。なので、本試験だと、言葉遣いが、まあ、現実で使っている言葉になってきたときに、ちゃんと反応できるかですよね。あの、休業命令と聞かれても、あ、営業停止処分のことだから、弁明の期間の不要の書面で構わないっていう風うに理解できるかどうかですね。はい。そこは押さえておいてくださいと。はい。ただ、そもそも、 こういったクレームつけられるってことも、私たちは勉強してるから分かるわけですが、一般の人は分からないわけですよね。これを伝えてあげなければいけませんというところで、弔、ま、問、あ、通知ってありますね、はい。意見述べる機会があることを伝えなければならないということです。はい まあ具体的には79ページの15条のところにこう上がってますけども、もともと気をつけてほしいポイントは上げてます。あの、誰が誰に何を通知するのかですとか、何を教えるのかですとかね。まあ、ちょっと、相手先の場所がわからない場合は細かいんですが、まあ、少なくとも、こう、通知として誰が誰に何を通知するのか、そして何をまあ教え示すのかと、まあ、そこがしっかりわかればいいですよと。はい、いうことになっていきます。 はいまあ、ここは皆さんの方で確認をしていただければと思いますけれども、はい、しっかり押さえてくださいと。はいまあ、実際にいろいろとこう事前に通知が入って、当日行きますよね、当日クレーム付けに行くわけですよ、2番、聴聞手続きと、はい。これも流れが非常に大切と言いますかね、80ページでこうイメージもつけていますが、大体こんなイメージですね。 皆さんが飲食店の許可を取り消されようとしている方だったりすると、例えばこの8番の星8の当事者になりますね。はい。で、こうテーブルに着席するわけですけども、まあ、そこに敵としての行政庁職員がいます。はい。えっ、ー、と、皆さんに対して許可の取り消しを出そうとしている職員ね。はい。こう敵対する相手ですよ。で、 皆さんと敵対相手だけ座らしたとしても、これ話進まないし、下手したら殴り合いになりますから、あの真ん中に、あの、司会進行役を入れますと、この司会進行役のことが主催者といいます。はい、この主催者を中心に、この帳簿手続き回っていくんですね。で、まあ、参加人は、まあ、これは、その、営業許可の取り消しを受けるよっていう人に関連する人ですよね。例えば、 飲食店の業者さんだったりすると、おしぼりとかね、こう提供する業者さんいますからね。お店が、あの、許可取り消しになっちゃうと、おしぼり提供できませんから、ということの利害関係人として参加人が来ることもありますと。はい。まあ、いないこともありますよ。イメージこんな形です。で、裁判ではないので、この審理は原則は非公開ですね。裁判は基本公開ですが、これは原則は非公開ですと。ということです。 はい。あとは、この、聴聞手続きの流れなんですね。上から下に、こう、時系列が進んでいくって感覚で構わないんですがえ、かいつまんでいくと、一番最初。はい。誰が、主催者が一番最初、聴聞開始の時に何をするかです。はい。行政庁の職員に予定される処分の内容や事実を説明させると。はい。あの、主催者が職員に説明させます。 よく主催者が説明するって問題がきますが、主催者は説明させるんですよ。つまり、この主催者が職員に対して、今日なぜ集まったのか、職員の側から説明してもらえませんかっていうことでいきます。はい、これでしっかり押さえてくださいね。あとはあのー、いくつかあの許可を得て、許可を得てって入ってますよね。 そう主催者のの許可っていうのががるる場面があるんですよでこれはしっかり押さえておくといいんですが、右のワンポイントです。この弔問手続きで主催者の許可がいるもの、あらかじめ決まってます。これ3点で、ね、押さえておくと、ものすごく役立ちますね。はい、例えば1番、質問です。当事者がこう職員側に質問するのは勝手になっちゃいけないんですね。主催者に許可もらって質問しなければいけないんですよ。 やはりこうね、テレビの討論番組見ると、途中からヒートアップして、もうぐちゃぐちゃになっちゃうケースありますよね。あれ困るので、主催者に毎回尋ねて、許可出れば質問ができるって形です。はい、あと、補佐人の参加。まあ、不利益処分を受けた方が、まあ、日本国籍といいますかね、こう日本語堪能とも限りませんから、まあ、通訳を入れるとかいうことも必要です。ただ、通訳は部外者ですから、まあ、通訳を入れる場合には、まあ、これ、補佐人といいますけどね。 主催者の許可を入れますと。あとは、参加人の参加に関しても、まあ、この参加にね、この人が本当にここに参加すべきものかどうかっていうのもありますから、そこは主催者の側で決めますと、参加人の方から、まあ、この人の方から参加したいといったときに、主催者が許可を出すかを決めるということです。はい、この3点は、ね、めちゃくちゃ出ますから、しっかり押さえてくださいね。はい あとはね、こう見ていただければと思うんですけれど、最後の方を見ておきましょうか。主催者。主催者は書類2つ作ります。はい。えっとね、聴聞の審理の経過を記載した調書を作ります。これ、聴聞調書って言いますが、まあ、聴聞何回かありますんで、1回目の聴聞が終わった後に、あ今日こんなことを話し合いましたってことを、まあ、メモっとくと。 で2回目は2回目でこんなことをしました、メモっとくと。これが弔問聴取です。はい。で、2番が、えー、っと、意見を記載した報告書あ。つまり主催者がずっとこの話し合い見てますから、こ話し合い見た結果、主催者がどう思ったかですね。いや、話聞いてみると、このね、当事者の方に不利益処分出すのはちょっとかわいそうかなっていうことをメモっとくとか、 逆に、や、やっぱり、この人はやらし、やらかしてそうですよねと、やはり不利益処分出しても仕方がないかなって意見出しておくとか、はい。あの主催者の意見を述べるのが、この報告書ですね。あの逆にならないでくださいね。聴聞の審理の経過を記載した報告書とか罰ですからね。意見を記載した聴聞聴聞書罰ですから、あの、必ず押さえていくださいね。はい。ということになっていき、 この報告書を最後、81ページのところで、あの、行政側が見ていきますね。行政庁ですね。はい。処分出す人が実際に、この調査の内容と報告書に記載された意見を十分に三尺して、えー、これを決めると。はい。まあ、三尺参考ですからね、一見に縛られることはないんですけども、まあ、じゅちゃんと判断して、最終的に 処分出すかを決めるということです。はいまあ、かいつまんでい、えー、ったところなので、まあ、業界皆さんのほうで少し繰り返し見ていく中でやめてほしいんですが、まあ、このあたりしっかりやっておくと、一問拾えるかなというふうに思います。あのー、下の3番はね、弁明の機会の不要で、まあ、簡単な書面の場合の話です、まあ。多少細かいところがありますから、まずは、ね、しっかりと聴聞手続きを押さえてくださいということになります。はい ということで、第4回は以上ということになっていきますと。で、次5回目のところですが、よいしょ。5回目、これ、訴訟類型という形になっています。これね、行政事件訴訟法です。はい。行政事件訴訟法なので、どうですかね。あの、まあ、訴訟類型自体は、えっ、ー、と、ページが、そうですね。ちょっと待ってくださいね。あの、ページが、こう、決まってるわけですね。 122ページのところに、まあ、行政事件訴訟法の類型とか載ってますが、そうですね、講義聞くのは、ある程度行政事件訴訟法が全般的に終わってからでいいかもしれませんね。あの、その方が分かりやすいと思うので、ある程度行政事件訴訟法を皆さんに確認してから、この5回目の訴訟類型の話を聞いていただければと思います。はい。では、第4回目は以上となります。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。